こんばんは、うまいです。明日ね、プロダクト撮影というか、商品というか、まあコマーシャル撮影みたいな感じですね、のがあって、なんかそういうのの撮影にちょっといいディフューザーないかなと思ってね、オードックスっていうブランドの、ディフューザーをね、ちょっと買ってみました。それがこれなんですけど、まあ折りたたんだらコンパクトな感じのディフューザーです。オードックスはライトではよく使ってるんですよ。VL200 とか SL60 とか、フラッシュライトもね、持ってますし、あと、モノライトもね、オードックス全部使ってます。はい、なんですけどディフューザーはね使ったことなかったので、ちょっと今回初めて、使ってみようかなと思って買ってみました。はい、で明日のね撮影に、行かせると思うので、ずっと、注文しておきっぱなしだったので、開封します、ね、なんかボックスタイプのねディフューザーなんですけど、このタイプのディフューザーは持ってなくて、はい、あグリッドですね、ハニコムグリッドついてきますね。こういう四角い形のディフューザーなので、その形で。これね、セット内容がね、すごい充実してるんですよ。こんな感じでね、これもね、ディフューザーなんですけど、まあ、これが一番上の、まあ、ディフューザーで、そのインナーディフューザーみたいなのもついてて、二重でディフューザーができるので、今優しい光がね、表現できるっていう。ものなんですけど、はい、これがね内側に入るディフューザーになります。でこれが、望遠鏡マウントなので、こんな感じでね望遠鏡マウントの形で、来てますね。これなんか回るな、回りますね。ここにネジがついてるので、多分これでこうキュッと止めたら動かなくなるっていうシステムですね。これね、傘みたいにちょっとなるので、四角形のそれをね支える中の柱みたいなもんですね、はい、これが4つで、こっちがね、まあ、本体というかメインの傘の部分になります、はい、この大きさのディフューザーですね。もうちょっとカメラに入りきらんぐらいの、中がねシルバーになってて、光を反射するように、なってるんですけど、120センチとかだったかなぐらいの大きさです。組み立てていきましょう。傘の部分にね、とりあえず柱を入れていきます、はい、このスリットの部分にちょっと今から入れていきますけど、輪っかの部分ね、輪っかにで、最後はここ角っこにあるねこの部分に入れていきます。はい、こんな感じで入りました。でこれを同様に4つ、 あと3つですね、はい、やっていきます。今全部入って、ここにね4つこういう感じで出てる感じになります。でこれをさっきのマウントにこっちにつなげていくっていう感じですね。でこれはここに穴が開いてるので、この穴に刺していくっていうことだと思います。これもね説明書が入ってないパターンです。説明書がなくても多分できそうだとは思うんですけど、なんか後ろに番号書いてあって、ここねなんか1、3とか2とか書かれてるんですけど、多分この1がね4つあるので、1、1、1、1みたいな感じで、多分これだと思います。この1にね刺していきたいと思います。でこっちの1、できましためっちゃ時間かかっちゃった。はめ込み式のやつ使ったことないので、いやコツをつかむまでちょっと大変でした。結構棒が突っ張るんですよ。もうこっからここ直線で結べるよっていうよりは、こう曲げて押し込むっていう感じなので、ここをね先っちょの方を掴んでこうコントロールして穴に入れると、結構スッと入りました、はい、それにね気づくのにちょっと時間かかりましたけど、なんとか、できました。こんな形
でやっぱり番号が正しかったですね。1って書いてるやつに全部はめてったら、まあ、いい感じになりました。ディフューザーをちょっとねつけていきたいと思います。もうインナーディフューザーからねつけていきたいんですけど、はい、中の方にこんな感じで止めるなんかゴムみたいなのがあるんですけど、ここにこの、ね、金具フックみたいなのがあるので、これをかけるだけですね。ちょっとかけていきます。これはもう簡単ですよ。サクサク。中に今1個目のディフューザーね入りました。でこれにさらにさっきの外側にねつけるディフューザー、これもねここにマジックテープがついてて、ここがね受けの方の、マジックテープになってるので、ここにも貼り付けるだけです。はい、ディフューザー全部つきました。今ねこのディフューザー使ってるんですけど、真横から物に当てた時の、光の感じがこんな感じっていうのをちょっとお見せしたいので、ちょっと映してみたいと思います。今こっちについてるディフューザーを外して、ゴードックスのディフューザーに変えていきたいと思います。はい、今付け替えてみました、さっきのバズライトイヤーに光を当ててみたいと思います。さっきねここが回るっていう話をしたんですけど、こうやって何のためか分かりました。これ四角なので、このね向きをコントロールするようにですね、横にしたり縦にしたりコントロールできるように回るようになってます。ここのアダプターのところ、はい、今すごい眩しい感じになっていると思いますけど、一番上にあったディフューザーをちょっと取りました、はい、で中の1枚だけにしてるので、これで光を横から当てるとどういう感じで影が出るかっていうのを見たくて、ちょっと実験してみます。こんな感じでちょっと撮影してみました。今ねちなみに、このゴーダックスの、ディフューザーを使った、キーライトで撮影しています。どうでしょうかいつもよりね影がね結構はっきり出てると思うんですけど、いつも使ってるやつは、ディフューザー自体が大きいので柔らかい光が出るんですけど、これ細くてねコントラストが効いた光を出してくれますね、まあ、これもね好みと、あと、まあ、そのシチュエーションによって使い分けるとすごくいいと思います。さっきねこういうスプレーをちょっと例に撮影してみたんですけど、影の出方とかがね違うので、ゴードックスなんですか、ゴーダックスなんですかね、ゴードックスだと思います。ゴードックス、まあ、今日はじゃあゴードックスにしときます、はい、ゴードックスのライト影がね結構はっきり、やっぱりスプレーをこの瓶のね横にピョって伸びてる影が、もうもっと大きいディフューザー使うよりはなんていうんですか、シャープな感じで出るというか、コントラストが効いた感じで出ますね。で横にライトから遠ざければ遠ざけるほど影っていうのが結構はっきりしてくるので、まあ、遠ざけたらね もちろん影も伸びるし、エッジもはっきりしてきますね。ソフトに仕上げたい場合は、まあ、なるべくこのディフューザーの横にね寄せて、ソフトな感じで出したりとかしたらいいと思います。このライトを買った、メインの、まあ、理由としては、まあ、横がね結構狭くて縦に長いっていうのの、この形の形状を利用して横に光が漏れすぎないっていう、表現とか、あとはライトの形ですね、ディフューザーのこの白い部分、これがね長方形なので、さっきのねスプレーのやつとか見ると分かるんですけど、大きいディフューザーの方は八角形なんですよ。オクタボックスっていうやつで八角形の形をしてるんですけど、それはねやっぱりそのライトの形、まあ、丸っぽくちょっと出るんですけど、その瓶に映るこの反射も、まあ、そういう形で、表現されるので、まあ、これも好みと良し悪しまたあるんですけど、私個人的にはこういうね細長い光がね瓶に沿って出てる方がなんか自然っていうかかっこいいっていうか、商品撮影とかをする時だったらそっちの方が好みなので結構違いますよね、見え方というか、
はい、表現の仕方というか、私はこのライトをキーライトとしては多分使わないと思います、はい。まあ、なんでかというと、この光が反射して目にやっぱ映ってるんですけど、これキャッチライトっていうんですけど、キャッチライトの形も、このディフューザーの形によって変わってくるので、目の中にね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、縦長に長方形で多分キャッチライトが出てると思うんですけど、これの出方がね、私はどっちかというと丸の方が好きなので、キーライトはさっき見せたあの八角形のね、ああいうちょっと丸みがあるディフューザーを使うようにしています。ポートレートとかね、人を撮るときにバックライトとして私は使うと思います。バックライトとかサイドライト、こうキーライトをこうメインで当てて、で今ちょっとここ頬の方にあのオレンジのね光が反射して入ってると思うんですけど、影になってる部分を埋めたり、影になった部分に違う色を入れて輪郭を出したりとか、そういう感じでこのライトをキーライトの、まあ、反対側ぐらいにとか置いて、そこから光を当てて、まあ、こう肩とかね、黒い服着てたりとかするとバックが黒だとちょっと分かりにくくなるので、まあ、そういう時にこう出したりとか、あとは髪の毛ね、ここがね、バックが黒だとまたこれも一緒で馴染んでしまって立体感がなくなるので、まあ、そこに立体感を出すためにここにね光のこう反射っていうんですかね、反射を作るようなイメージで、ここに光を当てたりとか、まあ、そういう感じでこのライトは使うと思います。組み立てね、ちょっと今日コツつかめなくて時間かかっちゃったんですけど、次回からはもうちょっとスムーズに組み立てられると思います。ということでね、今日はこのゴドックスのちょっと開封というか、まあ、少し使用みたいなのをしてみたんですけど、まあ、明日使うのでついでにね、あの開封と使用レビュー、ちょっとした使用レビューみたいなのをあげましたけど、動画が良かったら、いいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。皆さんまた明日お会いしましょう。